元気出していこう、てっちゃんねる。元気出していこう。てっちゃんこと荒川哲夫です。川島みのです。元気出していこう、てっちゃんねる。この番組はてっちゃんこと大阪市立大学名誉教授で医学博士の荒川哲夫先生と一緒に、病気や健康のことから身近な話題まで幅広くお届けいたします。大阪を元気に、さらには大阪から関西を盛り上げようという番組です。今日も最後までお付き合いください。この番組は小野薬品工業の提供でお送りします。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。ではてっちゃん先生、今日のテーマを発表してください。はい、今日のテーマはウイルス性肝炎の最新治療を知って大阪を元気にということです。はい、今回のテーマはウイルス性肝炎です。で今日は大阪公立大学医学部附属病院肝胆膵内科病院教授の榎本勝先生にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。榎本先生ね、僕の後輩の中でも、はい、同じ内科でね、あの消化器内科、はいはい、まあ、榎本先生入った時は第三内科でしたっけね。そうです ね、平成5年です。じゃあ長い間ご一緒に。そう、それでまあ年離れてるからね、同じような学年にはなれへんねんけども、うんうんうん、野球部の後輩でね、おー、うん、サードも持ってたかな。まあ、あのサードとかセカンドとかいろいろ、あの野球部のホープでしたよ。うん、で今は肝胆膵内科のね、あのホープですごい若手の、はい、先生若くない。いえいえ。すごくお若く見えるんですけど。え、何年生で？平成5年。平成5年です。5年でしょ。僕はあれ忘れた。でも20年ぐらい違うな。20は離れてないと、十数年。十数年、はい、あ、そうなんですか。うん、榎本先生にとってはてっちゃん先生はどんな先輩なんでしょうか。いや、もう雲の上のような。雲を踏み外してる。でもあのウイルス性肝炎と言いますとね、もう私もね、うん、あの詳しいです。詳しいですという、いやでも詳しいですけど、うん、あの父の川島英吾は C 型肝炎の肝臓疾患で亡くなったんです。まあでもそれが22年前の話なので、うん、そこからはもう本当にものすごく進歩しているというふうに聞いているんですが、現在の状況はいかがでしょうか。日本では B 型肝炎と C 型肝炎ウイルス感染が多いんですけど、はい、B 型肝炎が約100万人、うん、で C 型肝炎は治療の進歩もありまして、はい、まあ、随分減ってはきているんですが、まあ、現在大体80万人と言われています。あ、じゃあ今は B 型肝炎の方が多い、まあ、同じぐらい、少し B 型の方が多いかな。逆にまあ C 型が随分減ってきているなっていう現状です。うん、なるほどね。症状っていうのは出るんですか。非常に悪くなると倦怠感が強かったりとか、黄疸が出るって言って、まあ黄色くなるとあの肝臓が悪いっていうことの特徴なんですけど、ですけどまあそこまでいかなければ、まあ、どこが悪いのかわからないような症状であったり、無症状の人もおられます。まあ、無症状のままで放置していると肝硬変や肝がんになることもあるっていうのが非常に怖いところで、まあ、それでまあぜひあの検査を受けていただきたいっていうふうに思っています。沈黙の臓器って、ね、肝臓、うん、言われている。なんかうちの父の場合も何かの検査で随分前に知らされてっていうことだったらしいんですが、うん、検査しないことにはもう分からないもんなんですね。そうですね、うん、あの検診などもありますが、はい、今のお話のように何かこの入院した機会に検査されることとか、うんうんうん、まあ、手術の前に検査されることとか、はい、まあ、そういうことがありますので、まあ、ぜひ医療機関で先生に確認されたらいいかと思うんですけど、うん、あの厚生労働省では一生に1回は肝炎検査を受けてくださいっていうことをあのスローガンにしています、うん、1回でいいんですね。まあ、1回でいいっていうのはちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、はい、まあ、日常の生活でそんなに簡単に感染する機会っていうのはないですから、はい、毎年するようなものではない。まあ、ですので、まあ、受けたことのない人はまずは1回は受けてくださいっていうのがこのスローガンの意味だと思います。
持ってる人はね調べてみないと分かんないから、だから一回も検査したことのない人は、はい、ぜひ受けてくださいっていう、あ、まあ、そういうメッセージ、ね、そういうことなんですね、うん、まあ、うちの父の年代でいうと学校の予防注射、それで C 型肝炎になったんじゃないかって言われていて、でその後オール巨人賞もう父が亡くなった後 C 型肝炎になられて、オール巨人賞と父はもうほとんど年齢が一緒なので、うん、今で言うと70歳ぐらいの方、はいはいはい、年代でこの年代が多いとかいうのもあるんですか？そうですね、今お話のあった注射器の連続使用っていうことに関しては、はい、まあ、今はそんなことは行われていませんので過去のことですので、はい、あのまあ昭和の時代のことですね、はい、この連続使用での感染が問題になっているのは C 型肝炎よりもむしろ B 型肝炎の方。そうなんですか。で、 B 型肝炎の方はコマーシャルとかで法律事務所に相談してくださいっていうのがご覧になった方あると思うんですけど、 ありますね、あれですね、あれが B 型肝炎。そうですね、そうなんですね、はい、うん、その辺私なんかごっちゃになってしまってました。予防接種でもね、うん、今は何もあの、うん、連続してね、はい、やることはないけども、はい、以前にやれたのは皮内注射のスベルクリン反応を見る、うんうんうん、それだと思うんですよ、うんうんうん、あれはあの 0.1cc かなを皮内に打つんですけども、はい、1cc の、 あのところに吸ってそれで連続してね、あ、ちゅっと同じ注射器から、はい、うん、でも一応針先はアルコール面でね、うんうん、消毒をしてやってるんだけども、注射針の中にそうですね、はい、ね、そうですね、うん、表面では拭いきれないような、はいはいはい、だから何でもかんでもじゃないんだけどね、うん、あの予防接種感染した可能性があるっていうのは、うん、なるほどなるほど、はい、いろんなやり方、まあ、それ昭和のやり方っていうことですよね。そして、まあ、検査しました。で今治療はどのようになってきているんですか？そうですね、はい、あの特に進歩しているのが C 型肝炎の方、まあ、かつてはインターフェロンの注射っていうのが一般的だったんですけど、はいはい、それはいろいろ副作用もあったりとかで苦しまれた方もおられるかもしれないですけど、はい、まあ、今はあの C 型肝炎が飲み薬で治せるようになってまして、はい、副作用もほとんどないんですね。ですので3ヶ月前後ぐらいの治療でほぼ 100% 近くあのウイルスを消すことができます。すごい進歩ですね、うん、そうですね。インターフェロンはあの熱が出たりとかね、あの出てました、なんか髪の毛もちょっと薄くなってきたり、うん、幻覚が見えたりとか結構しんどそうだったんで、うんうん、そうか今飲み薬なんですね。それを3ヶ月連続での毎日の製剤にもよりますけど1日1回飲むだけで3ヶ月とかっていうのが一般的です。それと、はい、そもそも肝臓病はあまり症状がないっていうお話だったんですけど、うん、はい、治療してみるとウイルスを消してみると元気が出たっていう方が結構おられるんですね。あの本当に番組のテーマの元気出していこうですけど、高齢の方とかでも治療が終わると元気が出たので、まあ、今から思えばあの前にだるいとか感じてたのは肝臓のせいだったのかなっていうことが分かったりしますし、まあ、あの症状が目に見えて良くなるわけじゃなくても肝硬変とか肝臓がんになる人も着実に減っていますの で、はい、これは素晴らしい進歩だと思います、ね、高齢の方ももう今更ええわって思わずに治療をすると、うん、ちょっと今まで当たり前やと思ってただるさが、そうそうそう、もしかしたら C 型肝炎が原因だったのかもしれないという、うん、そうですね、これはもうちょっと声を大にして言いたいところなんですけど、うん、あのもう年だからいいですっておっしゃる方結構、うん、おられるんですよ。そうでしょうね。でなおかつあの周りの人に相談なんかするともう治療しんどかったからやめときみたいな話になる場合もあるので、はいはいはい、昔の話になるんですね。そうなんですよ。そうなのでお元気であれば80代の人でも90代の人も今は治療が可能ですので、実際私90代の患者さん治療したことありますので、はい、まあ、そういう方でも肝機能が正常でも治療の対象になるっていうことをぜひ知っていただきたいと思います。てっちゃん先生はもちろんこの検査は受けてます。検査は、はい、受けてます、はい、医療従事者は針刺し事故などで感染することもあるので、なのでまあその対策っていうのもあのしているんですね。 C 型肝炎は残念ながらワクチンがないんですけど、はい、B 型肝炎はワクチンがあるので、まあ、まずは検査をして、はい、あの抗原も抗体もなければワクチンをするようにしています。
なるほど。 C 型肝炎は飲み薬で治せる、だけど B 型肝炎は予防するワクチンが、そうですね、まあ、B 型肝炎も飲み薬で治療するんですけど、まあ、残念ながら C 型肝炎のように期間限定で完全に消すことができないんです。なので抑えるような薬をもう何年も、あの5年とか10年とかそれ以上とか飲まないといけないっていうところが発展途上なんですけど、まあ、それでも20年前はそういう薬もありませんでしたので、薬を飲みさえすれば消せないけど抑えることはできるというところまでは来ています。 B 型肝炎 C 型肝炎って同時に検査できるんですか？同時に検査できますね。オプションみたいになっていることが多いですので、はい、言わないと入っていない可能性は高いですね。私も多分出産の前とかに、あの検査したような気がするんですが、あの改めて人間ドックとかで検査するときはオプションを、そうですね、検査したことない方はオプションをつけていただくと、出産の時には必ずしていますので、うん、じゃあしてます。はい、あの母子手帳を出してくると、はい、どっかに書いてあるかもしれません。なるほどなるほど、うん、はい、これ厚生労働省が検査することを進めているということだけども、それは無料でできるんですか？これは県とか自治体によって違うんですよね。で、あのいずれにしてもかなりお安く受けれるようにはなってるんです、うん、はい、で無料で受けれる場合もあるんです、うん、住んでおられる自治体に確認していただく必要があります。いやもうこれは本当にこれだけ医学が進歩しているなら、まあ、残念ながら父は間に合いませんでしたけれども、うん、皆さんには本当に検査していただきたいなというふうに、うん、はい、思いますね、うん、というわけでてっちゃん先生、はい、まとめの一言をよろしくお願いいたします。はい、じゃあ川柳で、はい、検査拒否は、検査拒否は字余りですけど、はい、時代遅れと英語ぶち。ありがとうございます。皆さん心して検査を受けてください。はい、はい、今日は大阪公立大学医学部附属病院肝胆膵内科の榎本勝先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。元気出していこうてっちゃんねるでは、健康や医療をテーマにした川柳を大募集中。優秀な作品には素敵なプレゼントが当たるかも。詳しい宛先は番組エンディングで、皆さんからの挑戦を待ってます。小野薬品は挑み続けている。それがどんなに難しい挑戦だとしても、新しい薬を待つ人々のために願いを込めた新薬を世界のあなたに届けたい。小野薬品。元気出していこうてっちゃんねる。番組では健康についてのお悩み相談、てっちゃん先生に聞きたいことなど皆さんからのお便りを募集しています。メッセージをご紹介させていただいた方には、てっちゃん先生のあなたの主治医が名医に変わる本を差し上げます。メールの宛先はアルファベットで TE 数字の2でてつアットマーク obc1314.co.jp、 ファックスは06-6577-0301、おはがきは郵便番号 552-8501、 ラジオ大阪元気出していこうてっちゃんねる、こちらまでお寄せください。また番組の YouTube チャンネルでは過去の放送をすべて聞くことができます。聞いたらいいね、それからチャンネル登録をよろしくお願いいたします。元気出していこうてっちゃんねる、ここまでのお相手はてっちゃんこと荒川哲郎と川島あみるでした。それではまた来週。この番組は小野薬品工業の提供でお送りしました。お聞きいただきましてありがとうございました。チャンネル登録お願いします。